ねえねえブラン、どうしたんだノワール。今日 SF 映画を見ていて、面白い設定のものがあったのよね。なんでも、人間の意識を機械へと移すことが可能になった時代の話で、肉体がなくなっても、みんなの意識だけが機械の中で永遠に生きることができる、って話だったわ。それで気になったんだけど、人間の意識だけを機械の中へ移すことなんて本当にできるのかしら。機械の中で生きる、か、面白い疑問だな。まあ理論上不可能ではないかもしれないし、実際にそういった研究は現在も行われているぜ。え、そうなの？ああ、だがもし可能だったとしても、脳の仕組みの解明や技術の進歩など、長い時間がかかると考えられてはいるけどな。そうなんだ。原理上不可能ではない。って感じなのね。そうだな。だがまだまだ脳についてはわからないことが多すぎる。例えば、そもそも、意識、が一体どんなものなのかすら、未だに解明はされていないからな。意識がどんなものかわからない？それってどういうことなの？言葉通りの意味だぜ。例えば、ノワールは意識とは何かって聞かれたらなんて答える。そう言われると答えづらいわね。でも意識って、要するに嬉しいとか悲しいとかの自分の感情だったり、次に何をするかを考えたり、決めたりするためのものじゃないの？まあ一般的にはそう考えられているな。しかし脳科学の領域では、自分の意識で何かを判断している、という感覚はただの錯覚に過ぎないとする説もあるんだ。錯覚？その話、気になるからもう少し詳しく教えてくれないかしら。わかったぜ。ということで今回は、意識とは何か、について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。まあそうは言ったものの、現在では人間に意識がどうやって発生しているのかの原理は全くわかっていない。なので今回は、どうして私たちは意識を持っているのか、言い換えれば、なぜ私たちには意識が必要だったのか、について考えていこうと思うぜ。なんで私たちが意識を持っているのか、なんだか複雑な話になっていきそうね。ちなみにノワールにもう一度聞くが、私たちの意識は何のために存在していると思う？ん？やっぱり私たちが何かを考えたりするためには意識が必要なんじゃないかしら。だって意識がなかったら、体を動かそうと思うこともできないじゃない。なるほど。考えたり行動したりするためには意識が必要だろうってことだな。だが実は、私たちが行動決定するときには意識は無関係であることも少なくないんだ。どういうことなの？まずは実際に行われたいくつかの実験を紹介していこう。1980年代、カリフォルニア大学のベンジャミン・リベット教授は、患者の脳に電極を刺して、電気刺激を与える実験を行っていた。そこは腕の皮膚感覚を司る脳の部位で、電気刺激を与えると、腕に何かが触れたような感覚が生じることが知られていたんだ。へぇ、直接皮膚に触らなくても、脳に刺激を与えれば触られたように感じるのね。ああ、しかし実験を進めていくと面白い結果が得られた。面白い結果、中くらいの強さの電気刺激を与える場合、その刺激を 0.5 秒以上与え続けなければ、患者には皮膚を触られた感覚は一切現れないことが分かったんだ。そうなんだ。0.5 秒以上の電気刺激を与えることで、初めて皮膚に感覚が発生するってことね。その通りだぜ。また、電気刺激が 0.5 秒以上続くかどうかが脳で判断されてから、皮膚刺激が発生するわけだから、皮膚刺激を実際に感じるのは、少なくとも脳の刺激から 0.5 秒以上遅れることになる。確かにそう言われるとそうね。0.5 秒も遅れるっていうのはちょっと変な気もするわね。そうだな。まあしかし、これは脳に電気刺激を与える特殊な方法であるため、これくらいの認識のズレが出ることもあるだろう、とも考えられた。そこで次は、電気刺激を与え始めるのと同じタイミングで、逆側の腕の皮膚を一瞬だけ直接刺激する実験を行った。つまり片腕には脳からの電気刺激を、もう片腕には直接触れて刺激を与えたわけだ。なるほど。そしてこの時、電気刺激と皮膚刺激のどちらを先に感じたかを患者に尋ねたんだが、ノワールはどっちの刺激を先に感じたと思う？え、それは直接皮膚を触る刺激の方が先に感じるんじゃないかしら。電気刺激の方は 0.5 秒以上遅れて感じるわけだし、その分早く皮膚刺激を感じるはずよ。まあそう思うだろうな。実は研究チームも当初はそう思っていたんだが、実際に患者は、この二つの刺激を全く同時に感じることが分かったんだ。え、どうしてなの？リベットはなぜこのような結果になったかを考えた結果、人間が感じる様々な感覚は、すべて現実世界から 0.5 秒遅れているのではないか、という結論にたどり着いた。どういうこと？ 0.5 秒以上遅れて感覚が来るはずの電気刺激と同時に、皮膚刺激が来たってことは、皮膚刺激も同様に現実世界から 0.5 秒は遅れて感覚が来るってことだ。そしてリベットは、皮膚の感覚だけではなく、視覚や聴覚、触覚などの様々な感覚が、同様に遅れて認識されているのではないかと考えた。つまり、私たちの意識は現実世界から 0.5 秒遅れた世界を見たり感じたりしていることになるんだ。なるほど、なんとなくはわかったわ。でも、さすがに私たちの意識が現実より 0.5 秒遅れているなんてありえるのかしら。そんなに遅れてたら色々と問題が起こりそうな気がするわ。問題、人との会話とかも一言ずつ遅れたり、とっさの判断が全然間に合わなかったりしそうじゃない？例えば聞いた話なんだけど、プロ野球のピッチャーが投げるボールはたったの 0.4 秒でバッターボックスに到達するらしいわ。でも、もし意識が現実世界から 0.5 秒も遅れているんだったら、ピッチャーがボールから手を離すのを見る前に、現実ではとっくにボールはキャッチャーまで到達してることになるわ。これじゃあいくらボールを見て打とうとしても絶対に打てないはずよ。なるほど、もっともな疑問だな。
確かにノワールの考え方だと、意識が遅れているっていうのはおかしいように感じるかもしれない。それに、実際に人間はとっさの出来事に対して、約 0.2 秒あれば反応できることもわかっているからな。こうして見ると意識が現実より 0.5 秒も遅れているとは思えないよな。そうね。しかし、行動が意識を元にして起こる、という前提を壊してしまえば、全てが問題なくなり立つんだ。一体どういうことなの？じゃあ次に、リベットが行ったもう一つの実験についても紹介しよう。この実験ではまず、患者には目の前にある時計を確認してもらいながら、好きな時に手を動かしてもらう。そしてその時に、手を今から動かそうと思い立った時間と、実際に手が動いた時間を記録したんだ。すると、手を動かそうと思ってから実際に手が動くまでは、0.2 秒の時間がかかることが分かった。ただ、これは脳から筋肉へと信号を伝えるための時間であるため、大きな問題ではなく計算通りの数値だったぜ。そうなんだ。じゃあ特におかしいことはなかったの？いや、そうではないぜ。実は問題があったのは、脳波が立ち上がる時間だったんだ。脳波？ああ、この実験ではもう一つ、手を動かすための脳波がどのタイミングで発生していくのかも確認していたんだが、確認の結果、動かそうと思い立った時間の 0.3 秒前には脳波が立ち上がり、手を動かす準備を始めていたことがわかったんだ。え、手を動かそうと思いつく前に手を動かそうとする脳波が発生していたってこと？そういうことだな。この結果も多くの人に衝撃を与えた。手を動かそうと意識する前に、手を動かそうとする脳波が発生していたということは、意識が手を動かそうと思いつく前に、手を動かそうと思いつくことが決まっていたということだからな。つまり、自分の意識が決断をする前に、脳が無意識で決断していたわけだ。そんなことがあり得るのね。そしてこの実験結果を踏まえて考えると、さっきの野球の例も説明できるようになる。野球の例では、意識が現実より 0.5 秒遅れていたら、ボールを見てから打とうとしても間に合わないはずだ、という話をしたな。しかし実験結果によれば、自分の意識が決断する前に、脳の無意識がすでに決断しているはずだ。そのため実際にボールが投げられた時には、ボールを打つかどうかも、どうスイングするかも、ちゃんと脳がリアルタイムで無意識の中で判断し、そのまま体を動かしてくれる。ただ、その視界や打つ感覚は、あくまでも 0.5 秒後に遅れて意識として感じられるわけだ。なるほど。意識が遅れてるのにボールが打てるのは、脳が無意識に判断して動いてくれるからなのね。それだったら確かに意識が現実から 0.5 秒遅れてても成り立ちそうね。その通りだ。ちなみにそのせいで、私たちの意識は未来の影響を受けることもある。未来の影響？ああ、例えば錯覚の一つに、触覚ラビットと呼ばれる目をつむっている人の触覚に起こるものがある。まず、目をつむっている人の腕の同じ箇所を素早く2回叩く。そして、叩かれた箇所はそれぞれどこでしたか？と質問すると、当然、実験者は同じ箇所を2回叩かれたと回答する。同じ箇所を叩かれるんだったらわかりやすいわよね。そこで次は、目をつむっている人の腕の同じ箇所を2回叩き、その後ある程度離れた箇所を1回叩く実験を行った。すると面白いことに、この合計3回を素早く行うと、叩かれた人は最初の2回が同じ場所を叩かれたことに気づかず、1回目から3回目にかけて、少しずつ叩く位置がずれていくように感じるんだ。つまり、まるで3回目のタッチ方向へと2回目のタッチの感覚が引っ張られる錯覚が発生するわけだ。そんな錯覚があるんだ。でもこの錯覚が意識にどう関係してくるの？素早く3回も叩かれたら、どこを叩かれたのかよくわからなくなっても普通だと思うんだけど、確かに一見すると、何度も叩かれてその位置が正確に把握できないのは当たり前のことのようにも感じる。しかしこの錯覚、よく考えるとおかしい現象なんだ。そうなの？通常の意識感覚で考えれば、2回目のタッチの時には、当然まだ3回目のタッチは行われていない。つまり、この時点では同じ箇所を2回叩かれたのと同じ状態なのだから、2回目のタッチも同じ箇所であると認識できるはずなんだ。なのに、2回目のタッチの感覚は3回目のタッチの方向へとずれた。これではまるで、未来に起こる出来事によって現在の感覚が変えられてしまうことになる。確かにそうなっちゃうわね。そう考えると不思議な錯覚に感じてきたわ。でも、どうしてこんな錯覚が起こってしまうのかしら？実はそれが、私たちの意識が現実世界という未来の影響を受けるからだと考えられている。例えば自分の意識の中で、3回叩かれるうちの2回目のタッチ直前の瞬間が訪れたとする。この時自分の意識から見れば、まだ叩かれていない2回目のタッチは未来の出来事だ。そうね、意識ではまだ触られてない状態だもんね。しかし、意識より 0.5 秒進んでいる現実世界からすれば、素早く行った3回のタッチはすでに過去の出来事になっているはずで、脳によってすでに無意識で体験している出来事なんだ。その結果、すでに脳が体験した3回目のタッチ箇所に引きずられて、その後、遅れて意識が体験する2回目のタッチ箇所が、3回目のタッチ箇所の方向へとずれてしまうのだと考えられている。なるほど、現在の意識が未来の出来事に引っ張られるわけじゃなくて、遅れてくる意識が、まだ意識に上がってきてない過去の出来事によって引っ張られるわけね。そういうことだな。実際にこの錯覚は、タッチの感覚が 0.2 秒以内でないと起こらないことが分かっている。つまり、まだ脳の無意識が体験していない未来の出来事には、意識は引きずられないってことだ。意識って意外と面白い仕組みをしてるのね。ああ、まとめると人間は意識よりも先の未来に起きる出来事を、すでに脳の無意識が体験しているし、無意識が体験したことや判断したことが、
わずかに遅れて意識に上がってくるわけだな。なんとなくはわかったわ。でも、今の話を聞いててもう一つ気になることがあるわ。今の話が本当だったとしたら、何か行動するときとか、考えたり決断するときも、まずは脳が無意識に判断したり体を動かしたりして、肝心の意識はその後に生まれるってことになるわよね。そうだな。でもこれだと、私たちの意識には何も行動を決定する力はないってことにならないかしら。例えばさっきの野球の話で言えば、ピッチャーがボールを投げるのを私たちの意識が捉える頃には、現実世界ではとっくに自分の目はボールを無意識に捉えて、体を動かしてボールを打ち返し終わっている頃のはずよ。これだと、ただ私たちの意識は遅れて現実を感じているだけで、実際にはボールを打つのを決めたのも、ボールを打ち返したのも、私の意識が決めたことではなく、その前に無意識で行われたことになるわ。これじゃあ、私は自分の意識や意思で動いているとは言えないような気がするのよね。だって、例えばお腹が減ったからご飯を食べようと思い立っても、そう思い立つことは 0.5 秒前ぐらいには決まっていたことにもなるし、いつどんな決断をしようと思うのかの全てが、その 0.5 秒前にはもう決まっちゃってるってことじゃない。まあそんな風に考えられている説も多くあるな。私たちは普段自分の意識で行動を決めていると思いがちだが、これは大きな勘違いで、そもそも自分の意識には自分の行動を決定する力はなく、そのほとんどは脳の無意識によって決定されている。つまり自分の意識は、自分の体を動かす司令塔なのではなく、動く自分や世界をただ見ているだけの傍観者に過ぎないんだ、と、このような説を受動意識仮説というぜ。意識が傍観者なんて恐ろしい説ね。でも、自分の意識で行動を決めているのがただの思い込みで勘違いっていうのはどういうことなの？私だっていつもこうしよう、ああしようって考えてるけど、それもただの思い込みってこと？そうだな。例えば、自分の意識がこういった理由からこう行動しよう、と考えたことも全ては後付けしているもので、実際には、無意識に下された自分の行動に合うようなちょうどいい理由を、都合よく意識が考えついて思い込んでいるだけであることが多いんだ。行動の理由が思い込み、そう、ノワールはこのチャンネルで以前、分離脳について解説していたことは覚えているか？そういえばなんとなくは覚えているわ。どんなものだったかしら？簡単に説明すると、ある病気を治療するために右脳と左脳のつながりを切ってしまう手術が行われることがあるんだが、この手術を行った分離脳と呼ばれる患者は、右脳と左脳の間で情報交換をすることができなくなってしまうんだ。例えば、人間が視野の左側で見たものの情報や、左耳で聞いた情報は、まずは右脳へと送られるし、逆に右側からの情報は左脳へと伝えられる。そして、通常であればその後、右脳と左脳の情報は共有されるんだが、分離脳の場合、この右脳と左脳の情報の共有ができないため、左耳だけから聞いたことは右脳にしか伝わらないし、右視野から見たことは左脳にしか伝わらなくなってしまうんだ。まあ詳しい内容は分離脳の動画を見てもらえればわかると思うぜ。そうだったわね。でもこの分離脳が今回の話に何か関係あるの？もちろんあるぜ。実はこの患者への実験によって、脳が行う意思決定のメカニズムと、意識がその理由を語るメカニズムは関係があまりないことがわかっている。どういうことなの？今言ったように、分離脳患者は左耳で聞いたことや左視野で見たことは、右脳へしか伝えることができない。しかし、人間の言語を司る部分は左脳に存在するため、分離脳患者は左脳が考えたことや、左脳が知っている情報しか話すことはできない。つまり、左視野にだけ物を見せたとしても、それを知らない左脳は何を見せられたか答えることができないし、左耳だけに何か囁かれても、何が聞こえたのか答えることができない、という症状が発生するんだ。そうなのね。だが、右脳にも体を動かすことはできるため、左視野から歩いてください、という指示を見せれば患者は前へと歩き出すし、頭を描いてください、と指示を出せば頭を描いてくれる。言葉にしない行動は問題なくすることができるのね。ではここでノワールに問題だ。次にこの歩いたり頭を描いたりした患者に、なぜ歩いたんですか？いや、なぜ頭を描いたんですか？と質問してみると、一体どんな返答が返ってくると思う？ん？難しいわね。でも、歩いてくださいとかの指示をされたことは右脳にしか伝わってないから、左脳は何も知らないのよね。だったら自分が歩き出したり書いたりする理由は答えられないんじゃないかしら。いい回答だな。確かに言語能力を司る左脳が何も知らないのだから、この質問には、わからない、としか答えようがないように思える。しかし実際に聞いてみたところ、頭を描いた患者は頭が痒かったからです、と答えたし、歩き出した患者は喉が渇いたからジュースを買いに行こうと思って、と答えたんだ。え、どういうこと？どっちとも指示をされたから頭を描いたり歩いたりしたのよね。どうして関係ない理由が出てくるの？これは人間の意識が、すでに起こしてしまった行動を自分の納得がいくような形で理由付けしてしまうからなんだ。例えば、自分が頭を描いているのは事実なのだから、その事実に合う都合のいい理由を考えてしまうわけだ。そんなことが起こるんだ。すごい現象ね。しかも当の本人には理由を探して答えたという認識はなく、何の違和感もなく、本当に自分がそう思ったから動き出したんだと思っていたんだ。そうだったんだ。じゃあやっぱりブランがさっき言っていた自分の意識に決断したり行動したりする力はないっていうのは本当な気がしてきたわね。私たちが意識の中で思っているこういう理由でこうしようと思ったっていう感情は全部自分の行動を見てから後付けしてるだけってことになるものね。そういうことだな。
この分離脳の話からもわかるように、人間は脳の無意識によって意思決定をし、行動し始めた後に遅れてくる意識の中で、都合のいい理由付けを行い、そう考えたから自分は行動を起こしたのだと思い込んでしまう。そう考えるとかなりすごい錯覚よね。自分がいろいろ考えていると思っていたことが全部ただの思い込みだったなんて衝撃だわ。まあただ、自分の意識で行動しようとしたことをキャンセルしたりすることは可能らしいから、完全に全てが錯覚なわけではないんだがな。そうなんだ。そして、今回は意識についての話を続けてきたが、ここでもう一つの疑問が浮かんでくる。もう一つの疑問？ああ、それはそもそも意識は何のためにあるのか？ということだ。これまで説明してきたように、私たちの意識は意思決定には大きく関わっておらず、そのほとんどは脳の無意識によって行われている。さらに、意識の時間は現実世界より 0.5 秒間も遅れているし、行動の理由すらもただの後付けだ。これなら、別に人間に意識がなかったとしても行動したり判断したりすることはできるはずだ。ではどうして私たちは意識を持っていて、わざわざ遅れた世界を見せられているのだろうか。そんな疑問が生まれてくるんだ。ほんとね、今までは、自分の意識は考えたり行動したりするために必要だからあるんだと思っていたけど、今日の説明だと、意識はただ自分の行動を見ているだけって話だったものね。そうだな。ちなみにまた過去に解説した内容の話になるが、ノワールはクオリアについて昔話したことは覚えているか？ん？話を聞いたことは覚えてるんだけど、詳しくは覚えてないわね。簡単に言うと、クオリアとは私たちが意識で感じる様々な質感のことで、色や匂い、痛みや寒さなどの全ての感覚が当てはまるぜ。例えば、リンゴを見た時の赤い感じや、砂糖を舐めた時の甘い感じ、風に当たった時の寒い感じとかだな。普段感じるいろんな感覚をクオリアっていうのね。それで、このクオリアがどうしたの？実際意識と同様に、このクオリアもなぜ存在しているのかという疑問を持つことができるんだ。例えば、自分が赤いリンゴを眺めていたとして、目に映るリンゴを見て赤色だ、と判断したとする。私たちはこの時、意識に赤色が映ったから、赤色であることが分かった、と思うだろう。しかし脳のメカニズムを考えれば、私たちの意識に赤色が上がってくるためには、リンゴから目に入ってくる光が赤色に分類される光であることを、脳が先に判断する必要がある。つまり、物を見て脳が赤だと判断した後に、私たちの意識に赤色が映っただけで、私たちは自分の意識の中で色を判断しているわけではないんだ。なるほど。じゃあ意識やクオリアを感じる前に、すでに脳はそれを認識しているってことね。その通りだな。でも、だったらどうして意識やクオリアが人間に存在するのかが不思議に思えてくるわね。結局すべて無意識が判断して行動してるわけだし。そうだろう。だが、生物は進化していく過程で無駄なものをわざわざ手に入れることは少ないため、おそらく意識もクオリアも、人間へと進化していく中で少しずつ獲得してきたものと考えられている。まあいらないものをわざわざ持ってる意味もないものね。それで、どうして意識やクオリアを人間が持つのかはもうわかっているのかしら。ある程度の仮説は立っているぜ。意識が存在する理由の一つとして、エピソード記憶による高度な認知活動のためだとするものがある。エピソード記憶？エピソード記憶は、起きた出来事を日記のように覚えておく能力だ。例えば、今日の朝ごはんは何だったかとか、昨日はどこまで仕事をやったか、とかだな。過去のいつにどんな出来事が起きたのかを覚えておく能力ってことね。そういうことだな。ちなみに、時間や場所に関わらない物事の意味だけを覚えるものを、意味記憶というぜ。例えば、リンゴは赤いとか、石は硬いとか、そういった記憶のことだ。記憶にも種類があるのね。ああ、そしてこのエピソード記憶は、複雑な生物になるほどより強く行えるようになるとされている。どういうこと？例えば、私たち人間はもちろんエピソード記憶を行うことが可能だ。もしこのエピソード記憶を人間ができなければ、昨日どこまで仕事をしたのかも記憶できないし、先週買い物で何を買ったのかも、先月友達とどんな約束をしたのかも思い出せない。これでは過去に起きた出来事や行った行動の結果を未来に役立てることができず、まともな生活を送ることはできないはずだからな。そうね、時間や場所が関係する記憶をできないってなると、どうしようもなくなっちゃうわね。ただ、人間の場合はもちろんそうなんだが、実際に小さな哺乳類の中には、エピソード記憶を持たずに意味記憶しかできないとされるものもいるし、昆虫のような単純な生物に至ってはその意味記憶すらもできずに、反射だけで生活しているものもいるようにも見える。つまり、単純な生物はエピソード記憶がなくても生活できるが、複雑な生物が生きていくためにはエピソード記憶が必要不可欠であり、多くの動物が複雑な生物へと進化していく過程で、エピソード記憶という能力を手に入れてきたのではないかと考えられているんだ。エピソード記憶ってそんなに重大な能力だったのね。そして、私たちがエピソード記憶をするために必要なものこそが、意識、なんだ。意識があることで、物事を体感してエピソード記憶を作ることができる。つまり、私たちに意識があるのは、生きるためのエピソード記憶を行えるようにするため、ということになるわけだ。なるほど、なんとなくわかってきたわ。実際に自分の意識で体験することで、大切なエピソード記憶を残すことができるわけね。そういうことだな。でも気になるんだけど、意識がないとエピソード記憶ができないとも限らないんじゃないかしら。意識がなくても行動はできるんだから、エピソード記憶が
ができてもおかしくはないわ。いや、意識がないとエピソード記憶は難しいと考えられているぜ。脳の中では無意識によるたくさんの反応が発生しているんだが、それら全てを合わせて一つの意識が作り上げられている。この関係っていうのは、川と源泉の構造と似ているんだ。川と源泉？そう、川は山などから水が流れてくることで形成されるわけだが、その川を辿っていけば、湧き水や小さな泉、降り注いだ雨など、至るところから川を形成する水が流れ出している。私たちの意識と無意識もこの関係とよく似ていて、脳の中では至るところでたくさんの無意識が発生しているが、その後、無意識は他の無意識と合わさりながら、大きな一つの決断を生み出していく。そしてこの決断をただ眺めているのが、私たちの意識というわけだ。私たちは大きな川を眺めてるだけなのね。ではここで、意識がなくてもエピソード記憶を作ることは可能かどうかを考えてみよう。もし私たちに意識がなければ、脳の中の全ての活動は無意識で行われるが、確かにこの無意識の活動を全て記憶してしまえば、意識がなくてもエピソード記憶を作ることは可能だろう。だが、脳の中では細かすぎる無意識が常に大量に発生しており、この膨大な量の無意識を丸ごと記憶しようとしても到底不可能だ。しかし、無意識が一つにまとめられた決断を記憶するのは簡単なことだ。そのため、私たちは膨大な無意識をまとめたものを一つの簡単な意識へと変えることで、エピソード記憶を可能にしているんだ。へえ、そうだったんだ。意識は脳の無意識をまとめる役目を持っていたってことね。また、私たちがなぜクオリアを感じるのかの理由も記憶に関わってくるぜ。どういうこと？私たちが強いクオリアを感じたとき、その記憶は何の変哲もない日常よりも残りやすくなる。例えば、とても痛かった記憶や嬉しかった記憶、悲しかった記憶などは鮮明に思い出せるが、普段通りの日に食べた朝ごはんを思い出せ、と言われても難しいだろう。そうね、今までの朝ごはんなんて聞かれてもほとんど答えられないわね。また、この印象深かったクオリアを感じた経験は未来へと生かすことができる。例えば、これを食べたら辛かったから、今日は食べないでおこう、とか、これをしたら楽しかったから、今回もやってみよう、とかだな。つまり、クオリアはエピソード記憶に印象深さを与え、重要な記憶をより深く残せるようにしているんだ。そうだったんだ。意識もクオリアも重要な存在だったのね。その通りだぜ。今回の話をまとめると、私たちの脳は無意識に行動を決定してしまうため、私たちの意識やクオリアは、その瞬間の行動を決定することはほとんどできない。しかしその経験を通じて、意識はエピソード記憶を生成するし、クオリアはそのエピソード記憶をより印象深いものとする。そしてこれらのまとめられた記憶は、次回から脳が決断を下す時の大きな材料となったり、意識によって長期的な目標が決められたりするわけだ。意識にはその瞬間の判断はできないけど、その後の判断とか目標には関係してくるってことね。その通りだ。とまあ今回の解説はこんなところかな。私たちが意識せずにいろんな行動してるってのは驚きだったわ。意外と無意識ってのが大事だったのね。そうだな。例えば、動画を見ている時に一瞬違う画像や文字などを表示させることで、潜在意識に影響を与えるサブリミナル効果、というものがあるが、これも、意識までは上がってこない程度の一瞬だけ表示させることで、人間の無意識にだけ影響を与えることができる。つまり意識に認識させることなく、人間の行動を変えられるわけだな。サブリミナル効果って聞いたことあったけど、あれも無意識に関係してたのね。今日の話も面白かったわ。ありがとうブラン。どういたしましてだぜ。ということで今回はそろそろ終わろうと思うぜ。わかったわ。ご視聴ありがとうございました。